自民党女性局のフランス旅行のせいだった？岸田政権の副大臣政務官に女性議員がゼロだったことが批判されているが、これは自民党女性局の税金フランス旅行問題が一因であることが指摘され話題になっている。これに対してコメントでは、自民党の女性議員にまともな人が少なすぎるだけだとか、エッフェル松川レポート今井は事件がなかったら入っていたかもしれないという声が上がっていた。少なくとも問題を起こしたのにだんまりを続ける議員はまともではないだろう。エッフェル松川はちゃんと謝罪しているだけまとも？皆さんはどう思う？